お疲れ様です。ラットです。そして滑舌失礼します。コカゲフよいしょ。というわけで失礼しちゃうんですけども、滑舌ね、はい、はい、今回もね失礼します。はい、で今日はですね、先日のブレン e スポーツ戦のまあ振り返り的なのね、はい、またやっていきたいなと思います。ウィズコタで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これいつもね、その日常でもやばい、なんかいただきます。いや、一回やってますか。言わないでしょ。行ってきます。いや、この環境がね難しいんだよ。と本当にちょい深夜テンション。はい、あ、はい、まあ今何時、まあ、いつもね基本夜2時ぐらいですね、動画撮るの基本ね。なんで今もそのぐらいですけど、まあ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 、で今回のブレン戦は、まあ、僕らは 2V、 まあそうですね、僕とライクさんが 2V2 出て、僕は KO1 の最後3番手でね、まあ、出たんですけど、でもブレン e スポーツん？ブレン e スポーツ、スポーツ側はもうね、あの反対側のリーグでもう順位が確定している状態で、まあ、気持ち消化試合って感じだって、うん、僕らはこの試合を勝てばもう1位1位確定っていうのだったんですよね。で負けたら、まあ、2位か3位になっちゃうっていうので、うん、結構僕たち的には、まあ、大事なね、はい、大事本当に試合だったんですけど、まあ負けちゃいましたね。まあ言っちゃうとね、言っちゃうとチームとしては負けちゃいましたね。はい、でまあ2位通過、そうですね、うん、2位通過は一応もう決定しました。というわけで、まあ、プレーオフにねつながるんですけど、まあ、この髪色が変わりました私ですね。これめっちゃ、これ今のなんちゃ気になった方はまあ、いるか分かんないですけど、見てもらうと分かるんですけど、うん、もう黒黒って言われてるんですけど、若干黒じゃないんですよね。若干違うね。直接見るとやっぱりちょっと違う。若干黒じゃないんでね。何よ？まあおしゃんな、おしゃんな、ね、おしゃんっていう気持ち、おしゃんっていうの色にしてます。はい。というわけで、2V2 の、まあ、僕らはね永遠トルネード版ですね。永遠トルネード版、まあ、あっちがトゲガー兼マンゴン GP 選手、相手の 2V2 のペアも結構いい成績残してて、普通にこのアジアのトップレベルの 2V2 なんで、まあ、厄介な相手でありますね。で 1V にトビさんで、まあ、控えに KOTA、 はい、はい、うん。まあ番これはどうだったの、予想がいい。ああそう、キョスケ番は、まあ、キョスケ入りのデッキももちろん準備してたから、まあ、若干痛かったですね。でその相手側のこの 2V2 が結構そのゴレとかラバとかキョスケロイジェとかその大型をすごい使うんですよ、うん、でその大型を使うにあたってその 2V2 で大型のメタカードになるのがキョスケなんですよね。ああもうつまり自分たちを、そう、でゴレとかラバをそうだから使うために、まあキョロイをね、キョロイじゃないキョスケを多分バーンしてるんですけど、まあまあだからゴレとかラバが来る読みでね、いろいろ考えましたね。5勝3敗3敗まあリーグでもかなり上位の成績、うん、ですね。でまあワイラやばいんですよね。でワイラここの4勝0敗なんでね、ワイラこの奇跡の黄金ペアがすごいね。奇跡の R ペアが生まれちゃってるんですよね、このライクさんと。ワイラは初めて聞いたけど、マジよく見るけど、えマジで、ツイッターとかで、あのライキさんの R とラットの R で、ちょっとね 1V が Y はそんななんですけど、チーム的にも、うん、ああそうですね、まあ、2V2 でね、まあまあですね、まあ、というわけで、まあ、ここ勝てばね 5-0 っていう、 5-0 はやばいですね。やばいね、もう 100% ってガチでも強いのにどうしよう。うん、そうなんですね。もうライキさんとはね、まあ、合いますね、合いますね、合いますね。はい、まあいつも仲いいもんね。まあね、コタとかとだって 2V2 しようってなった時に無理じゃんってなりました。いや、そんなことないでしょ。これさすがにね、さすがに無理じゃんってなりました。いやいやいや、実はねやれば激流かもしれない。だってコミュニケーション取るのに取れないもん、何て言ってるか分かんないんで。まあはい、試合が始まりますか。で僕の1個目に、あ僕たちは多分バルーン持っていきました。多分バルーン持ってきました。で相手が何だったっけ、相手の時ちょっと忘れたんですけど、ちなみに最初のコウモリに雪が舞うかじゃん、うん、まあこっちが打ったか忘れたけど、どっちかが、うん、いいエイムウックめっちゃ褒めっか。あ俺そのもう毎回褒めてるよね。そうワイラー褒められるの大好きマンだし、だからお互いに褒めまくってますね、常に褒めまくってますね。
常にお互い気持ちよくなってますね。いつもで、ここはもうお互い様子見からの結構ねすることがなくなるんで、ランババルーン一旦飛ばしてですね、相手のデッキがまだ分かんなかったんで、まあ、様子見のランババルーン、大体ラムライダー、そうラムだ、ペックラムだったか普通の高回転ラムだったか、大体ラムデッキでしたね。でバルーンからしたら結構ラムが、まあ、若干のメタカードで結構嫌なカードだったんで、結構、まあ、怖かったですね。ここはライクさんのエレキですね、まあ、この左上に乗ってるやつ、多分左上だと思うんですけど、エレキとランパが入ってるのがライクさんのデッキですね。で僕がスケが入ってる方が、まあ、僕が使ってるんですけど、はい。でここは、まあ、防衛ライト、相手がねうまくしてきましたね。でこれインフェで、そうこれここそうだ、あ、はい、これはちょライクさんがね、まあ、いや別に悪いわけじゃないですけどね。まあ一発が普通にコウモリとラムにイケダム打ったら、ちょっとラムがね反対行っちゃうっていう、よくあるやつですね。で 2v2 において結構その施設のミスではないんですけど、そのルート強制っていうのが結構起きやすくて、今みたいにイケダムでラムが違う方向行ったり、そういうことがよく起きるんで、施設ミスが結構目立つようにはなるんですけど、まあ、施設のミスというよりは、まあ、場所もタイミングもね、そう 1v1 と同じような感覚でしちゃうと、 1v1 だったら行くのにみたいな、 2v2 だからこそ来ないっていうのがあるんで、うん、その辺が難しくなっていきますね。でもこの辺でも結構いい流れですね。今若干のエリクサーのアドを取ってて、でここで、まあ、飛ばしますね。やはりランバーを無駄にしないために飛ばして、まあ、これは一回捨てましたね。これさすがに突破できないと思って、はい。でこうババアよいしょ、で逆サイのディガーもランバーで防衛しつつ、この高めマスクですね、はい、高すぎたかもしれないんですけど、でここはもういいカウンターですね。さあでもこれむずいんですよね、マジで 2v2 って何がむずいかって、自分一人じゃないから圧倒的にもう片方のデッキも見ない、そのプレイ中のね相手の手札4枚も見ないといけないし、次のカードも把握しないといけないし、なんで意外とその相手のカード周りとかも結構把握してますね。ライクさん次これっすよねみたいなこともお互い結構言いますし、意外と見てるよりも結構大変だと多分多分そうユニットが被るとかも良くないですからね。ここは相手ポイズン打ってライトも打ったんですよこれ、うん、だからもう今スペルなくて、ここのタルババね、このフェイクですね、あー このタルババはその僕のコストがたまたま10になる時だったんですよね。なんで、まあ、流しのタルババなんですけど、攻めたい方向にしたらやっぱユニットが来るんで、一回逆のね方に捨てフェイクタルババですね。これ若干意識しましたね、本当に言われてたんですけど、若干意識してそのままね攻めたい方向に、ここカグババ綺麗に決まった、ね、Y のタルババです、 Y のタルババなんですけど、ただただのあのまあ適当のね、まあ、適当の攻めエレキとかもあるしっていうようなタルババだったんですけど、たまたまスキャミが来ましたねまあここ1本取ったそうたまたまね、ちょっと運が良かったと思いますけど、まあもうお互いねちょっと喜び合ってますねまあ 2v2 は意外と待つチームが最近増えてるんですけど、まあどうだろうな、みんな 2v2 基本やらないしなって感じですね。なんか 2v2 見ててもよくわかんないと思う、わかんないかな、そうなんで、まあ、そんなかもしんないんですけど、もうコミュニケーションとか何話してるかな、何話してた俺とライクさん、なんだろう、今行けますみたいなか、ネクスト何違うか、そういうのはいつもやってるっていうのは、ね、確かに、まあ、一番始まった時にバレル来たら僕がやりますとか、ディガー来たらライクさん受けてくださいとか、まあ、どっちか受けてとか、これが来たらこうでっていうのはもう全部、まあ、あらかじめ結構決めてるのもありますし、試合始まるたびに毎回そういうコミュニケーション絶対取ってますね。通別マジでその喋るっていうのが世界一大事世界まあなんかそう、もう喋るのがマジで大事だと思ってるんで、無駄にコミュニケーション取ってますね。コミュニケーションの量は本当にすごいよね。雪玉打っただけでもういい雪玉っていうのをまあ言うんでお互い結構黙ってる時間がないよね。そうですね、マジでもう喋っとかないと、一回喋んなくなってしまった時にもう終わるんでね、お互いがこう考え出したらもうコミュニケーション取らなくなってしまった瞬間にもう通別は絶対負けると思ってるんで、まあこう考えたらやっぱり難しいね、うん、
なんで、まあ、結構無駄なことかもしれないですけど、いい雪玉とか別に試合中に言わなくてもいいじゃないですか。まあ確かにね、うん、けど、まあ、逆にそういうのは僕ら言うっていうのがいい強みなのかもしれないかなと思ってますね、はい、で2戦目に僕たちは、まあ、ゴーレムとかを使う予想でペッカを、ペッカスケラですね、思っていったんですけど、相手がラバっていうことで、まあ、若干、まあ、相性は良くはないけど、まあ、勝てないこともないって感じですね。マッコしっかりインフェンをかわげ防衛が効け、でこれ逆サイはオペッカで攻めるって感じですね。なんですけど、まあ、このね、その僕らのデッキにこのザップとかライトニングが入ってないんで、相手のインフェルノタワーをなかなかね突破するのが難しい。まあ、スケラデッキなんでペッカを通そうっていうよりは、まあ、スケラのラッシュをやっぱ通すというようなデッキにはなるので、インフェルノを突破しようっていうカードは入ってないですね。で、まあ、このねこの時点でつらかったですね。この僕らお互いまだ10個繋ってないのにラバ来て、うん、そっか、あっちの方がエリクカー持ってるつれーっていうよくあるやつですね。1対1でも自分まだ6個すしかないのに結合で来るみたいな感じです、ね、もう地獄、うん、ここがライトニング、そう痛かったな。しかもたまたまマスク出したところに、ライキさんがマスク出したところにちょうどそこにディガー来てるしっていう、ここもう対空が全部いなくなった、そう対空なんもないから、でこれ逆サイダクぶりでするんですけど、これも分かってたんですよね、ライキさん、これ僕釣りますって言ったんですけど、結局釣ったとて、うん、そのベビドラにラバが破裂した瞬間にターゲットいくから、パピーのダメージ受けないんやなーって、いやーっていう、このね、もう分かってたけど抑えることができない間のダメージですね、チェイトラですね。いやもうこの時点でも辛いけど、うん、まあでもまだいけると思ってましたね。意外とペッカダクピリが火力あるんで、まあ硬い作ってしまえば、一陣学科がきつい効果ないの、あ、そう、スケラーの時点で、まあ、1個取られちゃうと1-1になっちゃうとダメージがやっぱ入りにくいですね、うん、キングタワー2つあるし、なんか何かキングタワー2つあるしきつくなっちゃうんで、できるだけ 1-0 で勝ちたいですね。防衛ライトニング、うん、うまいですねこの防衛ライトで、しっかり棒っぽいかな、うん、棒っぽいしけたはずか、攻めっぽいかもしれないですけど、はい、でもこっからはもうきついですね。あと20秒でも最後これ決めに行くんですけど、うん、相手の鉄壁が壊られないですね、これもう攻めますけど、うん、って感じで、まあ2試合目はね、まあ惜しくも負けちゃってね、まあでも特に大きな焦りとかはなく、でこの次に持っていくデッキですね、問題なのは相手はラバーゴレが得意で、1戦目が、うん、ラムライダーって考えた時に、僕らはこれペッカで負けてるんで、普通に考えたらやっぱ負けたデッキって使わないんですよね。まあ相手が連投してきたらね、そう怖いもんね。だから普通に考えたら僕らは、まあ相手のチームの考えからすると、僕ら1戦目のねバルーンを持っていくっていう考えになるのが普通なんですけど、うん、僕らは逆にそれをされると思っていたんで、まあ直感ですけどね、そんなの。いや逆にやっぱ、まあ1戦目の持っていこうっていうのもなりますし、まあ、それは直感ですけど、うん、このペッカスケラでね、まあ、正直このペッカスケラでラバにも全然勝てると思ってたんですよ。けどその若干良くにはなるけど、なんかサイクルがね良くなかったなみたいな話もしてて、別にまたこれが来ても勝てない自信はなくて、でこれねタイムアウト戻ってたんで、しっかり中身もね、ちょっともう一回これが来た時とか相手がスキャミとかね初めに使ってたんで、この僕らのデッキの雪玉、今使ったデッキのライキさんの枠の雪玉をね、これザップにするっていうのね。なるほど。そう、あのもうね、網、そうインフェルタワーにも打てるし、スキャミとかがもし来ても打てるっていうので、ここでね、あの我らが番長みかんさんがザップにすらいいんじゃねみたいな感じで多分言ったんですよ、多分みかんさん、そう、それで雪玉ねザップにして、さっきのねペッカスケラをまた連投するっていう感じですね。でこういう、まあ、タイムアウトがなかったら、そのそういうアイデアもないんで、まあ、僕らがザップにするかわかんないですけど、うん、どうするかわかんないんで、意外とこういうタイムアウトとかすごい大事ですね。 2V2 ですもですし、まあ、1V1 も、まあ、1V でもね、はい、結構タイムアウトを取るタイミングとか、ここもうやばかった、まあ、なんか巻きかどうしようか思ってか、別に別にもう普通に別に、うん、
別に勝ってなんかね結構いける気がしましたね。お自信がある。さすがに自信がありますね。で僕らがつぶつって対戦相手やってる相手も毎回なんかすごいえぐい成績残してるペアとか結構連勝してるペアとかに毎回やってるんで、僕ら結構こうも自信あってまあいけるっしょみたいな頑張りましょうみたいな感じで、まあ、ノリでね あの誰もが想像つくあのライキさんのあのノリで本当にやっちゃいますかみたいな感じの、ね、あのまんまだよね本当に感じのノリでね、はい、やってますね。マジであんな感じです公式戦ですけど、それぐらいしないとバリバリ緊張してるんだね一応、まあ、緊張やぐね、いつものプレイが違いかいから、うん、こういうノリが一概ね、うん、これお気に入りスタンプの概要が、うん、デビ側から浮気ってわけじゃないけどね、ドラゴン回数ね。でここはまあまず序盤は基本的に 2V って初っ端からこうガッて仕掛けちゃうとただただカウンター受けてもうバーンって終わっちゃうんで、初っ端こうユニット単体ユニットとか適当にサイというカードを回して様子見ていきたいですね。でこうやってまあお互いまずユニット出して、多分マスケのウッド側が僕かな多分、はい、まだ右上がまた多分僕ですね。でこう相手ポイズン使ってきて、もうこのポイズンが美味しいですね。僕らスケラデッキだったんで基本的にポイズンが2枚入ってくることってあんまないんですよ、うん、だからまあ1体しかもこのラムライダーも美味しくて、これライキさんのいいペッカからのこのアイスピーですね。これ神ですね。ライキさんのこのペッカプラスアイスピーでラム棒できて、しかもこのままねカウンターのスケラで、このインフェはフリーズで多分そう止めて、この間にねスケラのダメージも入るし、ここでペッカを溶かせるっていうのがすごいでかいですね。このペッカを溶かせて、まあ、ポイズンでね間の他のユニットもね処理して、でこの時点でもうダメージ稼いでゲッターのはマジでかい、マジでかいですね。まあ相手が同じゲッチ解決かじゃない1試合目がゲッチ、うん多分1試合目ができるですね。はいはい、まあこれ見かかってどう思った1試合目のデッキ見たときに、まあ、いけるとは思ってた。ここはあ申し訳ないですね。これあの僕の普通のインフェなんですけど、ランバーでラムがちょっと横に行って、まあ、ダメージ大体ダメージ受けて、この文字でちょっとやべえなって思っちゃいましたね天国くん、なんで俺のベッド取ってんだよ。まあまあいいじゃん、のベッドでしょ。いいじゃんいいじゃん、ね、でもねここでスケラが入ってね、ベビーも入って、まあ、ダメージ追いついてね、ちょっと僕らが受けたダメージ痛いんですけど、まあ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 ダメージ交換っていう感じですね。でここはまたね神アイスパーですね、ライキさんのまあしっかりアイスプレー止めけ、ここすごいマスケット、これそう高すぎライキさんにマス高めマスケでって言われたから、高めに出したら高すぎって高すぎって言われたっす。でここはね普通にユニットからのマスケラでポイズン打ってダメージ通していって、その僕らの結構、まあ、自分たちでうまいと思ったのがこの右上のね700ぐらいのタワーをずっと守ってるんですよ。毎回ペッカプラスアイスピとかインフェとかでずっと守って、スペルでしかダメージ受けてないんですよ。だから相手がここに毎回スペル打たなくていけなくて、でここもまたそうライトと雪玉もかぶってるんですけど、僕らが守ったことによって最後にあそこに6コスと2コス8コスを割かないといけなくて、そしたらこの瞬間ね防衛が結構きつくなるっていうので、あの700ぐらい別に捨ててもいいじゃんってなるんですけど、あれを簡単に捨ててると最後がそう最後がこっちが逆にきつくなるんでね、あんな感じで捨てずに延命できたのが今回、まあ、勝てた勝因じゃないかなと思いますね。ハチエリクカーがもんね、雪がまくライトニングっちゃっけ、うんまあ、どっちかだけでもライトニング、多分ライトニングだけでもよかったんですけど、まあそんな感じで通別はね僕らライキさん5-0でね やってるんでね、今後もぜひね僕らがしっかり頑張りたいと思いますね。まあもう優勝お願いします、はい、でこの後ねその 1v1 と KO1 があって、 KO1 で僕3番手で出たんですけど、まあ、最後負けちゃったんですけど、最後に、スパーキーデッキを僕持っていったんですけど、まあ、それにはちゃんと意図があってね、その相手のジャイ選手が、まあ、ロイホグがすごい得意、ロイホグあの人の一番得意なのがロイホグデッキで、うんっていうので、まあ、そのねメタデッキで、まあ、行ったらなんかあんま見ないね初めて見たか、そうやられちゃったっていうのがあったね、ちゃんとねデッキの意図がありましたっていうのはね、はい、言っとこうかなと思います。というわけで、まあ、今後ねクラリーグ次はプレーオフなんですけど頑張っていきたいと思います。というわけでこんな感じでね終わりにしたいと思います。はい、では
お疲れ様でした。お疲れ様でした。